られたり、鶴瓶師匠に上乗っかったりなんか、いろいろ殴るけどされたりなんかして、うん、そうそうそう。そういや、俺結構、そうですよ。みんなにボコボコに。みんなにボコボコに。されてたなって。そうですよ。だからもうでもあの時はもうテンション上がってる。上がってるからね。痛いとかそれはもうないでしょ、あれ。しかもあの時はもう過呼吸に近い状態で。どんだけやってんの？いやいや、本当に。もうだってさ、最初にわーってやって、行ってもう、2ブロックぐらい終わった時点で、CM 行った時点で、もうあと残り半分ぐらいだろうと思ったんですよ。したらまだあと、ね、2時間半とか、はい、だから本当にっていう感じで、みんなそうだったんですよ。全員がそうだったんですよ。ちょっと待って、これ飛ばしすぎじゃないの、そうそう、 CM 中にみんな、なんでね、ちょっと抑えた方がいいんじゃないのか、みんなでその話 で全員が同じ感想なんですよ、うん、ああいう番組ってあっという間なんですよ、大体本当みんなそういうの経験してるから、大体そのなんていうの、こう体内時計みたいなのってあるじゃないですか。あるんだよ。そうで、みんななんか、あんだけバラエティやって、まだ2時間半やってた人たちが、ぐったりしちゃって。もうみんな信じらんないような顔になって。CM 中にもぐったりしちゃって。どうしよう、どうしようってね。これ飛ばしすぎだったな、っていう話になって。ただ、本当にああいう感じって別に初めてじゃないしね。今までもなんかあるんだけど、この間に限って、本当に時間が長い。本当に過呼吸みたいになってて、俺。CM 中とか、みたいになってて、あ、これ、あっちゃんがなったの、これだ。あっちゃんね、いや、なったね、AKB がみんな。これだって。これが、もっとすごいことになると、ああ、今なるんだな、と。もあるしね、歌わなきゃいけない緊張感、うん、ね。で、未だ未だで、俺の座りで、戦うな、つって、この、あと5ブロック。まあ、でも来てな、とか言われてさ、うん、いや、行くけどさ、うん、まあ、とりあえず来て、もっと来てとかって言ってんだけどさ、いや行くには行くけどさってどうすりゃいいんだよって、あと何ブロックあって5ブロック持たないんじゃないのって、ほんまやなって話してて、で始まると思ってあーってやるだろ、でまたあーってなって、でフロアがあと5ブロックですって、みたいになって永遠と終わらないんですよね。俺はちょっと水飲んだりなんかして帰ってぐったりして、うん、未だもう俺の隣でぐったりしてて、うん、はぁ、ちょっとでも楽しいなぁ、なんて言いながら、言ってたら、ふって、MC 席見たら、さんま師匠が、MC 台の下でしゃがみ込んで、そう、しゃがみ込んでいや、みんなだってさ、50、60でしょ、言ってみりゃみんな。うん、ほとんどね、うん。で、あそこひな壇にいたけど。いないんだよ、MC 台。40代ですよ。さんまさんがあったら、下にしゃがみ込んで。そうなんだ。水飲んで。カトパンとショーパンの間のね、隠れるように、もうしゃがんでましたよ、さんまさんもずっと。いや、あれはね、鶴瓶さん寝てるしね。鶴瓶さんはもうね、あの人、ちょっとほら、出方が違ったからね、一人だけこう、銅像的なね、やつでいたから、ちょっと離れてるんですよね、みんなとね。だから話もちょっとできないしね。暇だったんでしょうね、あれ、途中ね。寝てましたからね。いや、でも、久々にちょっとね。いやー、疲れた。すごい楽しかったですね。あれは疲れたよ。いやでもあれやっぱ反響すごいわ。会う人会う人やっぱみんな見てるんだな、あれね。あんな夜中に。あんな朝方。あれも見てないだろうと思ってやってんだけど、ね。いやいやいや、あれみんな見てます。特に業界の人。